はい、お待たせしました。選手の対局の準備が整ったようです。それでは第31期十段戦ベスト16 A 卓3回戦東杯の開始です。はい、3回戦はトンチャに森脇、ナンチャに森下、シャーチャに一ついペイチャに沢崎という並びで始まっています。ドラはウーソーです。さあ、1回戦2回戦と、沢崎、一つはにい、かなり有利な展開で、そうですね。はい、ここはちょっと森脇さんと森下君は正念場ですね。はい、まあ、ここも、まあ、プラスできないというようなことになるとかなり苦しいそうです4ね。回戦の場合になりま佐す々木ね。さんと一つ井さんのどちらかをはい。やっぱり近づけたいですよね。うん。多分おそらくもうすぐトータルポイント出はるい。と思うんですけど。はい。ね、もう60近いですもんね、差が。はい、本当に分かりやすく二分化してしまいましたね。はい、上と下という感じで。あと3回ありますんでね。はい。ここで沢崎さんと一つ井君が浮はいて、森脇さんと森下君が沈むと、い。まあ7割8割決定になりますかね。はい。うん。まあ、残り2回戦とはいえ、かなりの差がついてしまうと、まあ、協力し合うことができてしまうというのもありますよね。そうですね。はい。まあ、協力ってわけではないですけど、はい。まあ、局回しですね。はい。局回しでどっちかが早めに相手の親を流すってパターンが出てくるんで、まあ、チートイーシャンテン。はい。これゴロッチですね。はい、ゴロジの三色ですね。ここもいいシャンテンです。はい。これで白のポおっンが、おっと、と。画面が消えましたね。はい、ああ、戻りました。はい、白のポンができる形になったところでした。ここでローマンを引き入れます。森脇は三蔵を切ります。うん、これは有効牌を引けません。この9万はつもぎりです。うん、沢崎はちょっと苦しそうそうな。ですね。沢崎さんあはちょっと遅れてますね。あ、はい。さあ、誰が最初に転牌するんでしょうか。沢トーン崎。1局までが無料ですか、これは。おそらく。あ、まだギリギリ無料なんですね。そうですね。はい、間もなく。はい、リーチありました。はい、リーチが入りました。はローワン短期。い。ローワン、単野落ちといつですね。あ、はい、もう誘導に切り替わってます。このリーチの結果は見れません、無料の方は。森脇が一番手で転牌しましたね。ああ、そして一つはリーチを受けて、リャこンのいいピンシャはンテ現ンで物ですすが、ね。はい、リャンピン切って1回。はい。6万はいますか、これ。6万は、1枚。1枚ですはい、ね。山はい。1。もうこれ思い切ってリーチ行きあ、まこしれでた行くんじゃね。ないですか、一つ行くも。はい。行かない。闇店。リーチには行きませんでした。3ピンのみイペコで出上がりすることができます。この森脇の単野落ちドイツはローマン短期でリーチはどうですか。まあこれはそうですね、打つなら早い順目ってこともあったんでしょうけど、はまあそれによって一つ一個こうやって回ってるんで、い。正解は正解じゃないですはい。か。うん。なかなか、まあ、ローマンって行きやすい街リーチ行ってでほしはかったなですいでけすどけど。ね、一つ一個には。はい。まあ、今日は一貫して丁寧な打ち回しをしているような印象です。まあいい言葉で言う と丁寧だけど、悪いはい。言葉で言うとちょっと消消極極的。的。はい、はい。腰が引けてるなって感じがしうん。ますよまあ、ね。今の総合点の、トータルの点数そうでですもそうね。さしてるっていはい。うのはあるかもしれないですね。あと、親のリーチ。うん。
こもしその親のリーチに突っ張って、はいはい、まあ放獣してしまってもまだ全然大丈夫、うん、でもその放獣してしまってもって考え方が僕はもうダメだと思うんですよね。まあ放獣したら放獣したでまた考えればいいみたいな、はい、もう上がるためにただ一応打つっていう感じですか。攻撃は最大の防御じゃないですけど、うん、普通に両面転敗なんで、はい、なるほど。あ、じゃあもう、うん、別にマイナスのことを想定する必要はない。そうですね。それ考えたら例えば、はい、3原敗1つ泣かれたら全て第3原って考えるのかっていうと違うじゃないですか。はいはい、うん、キリがなくなっちゃうんで、うん、うん、60ポイント差があれば逆にそれを広げるぐらいに打った方が、はい、僕はいいと思いますけどね。ここはなるほど。森脇のリーチはリャンピン短期の選択もあったんじゃないかっていうコメントが来てるんですけど、あ、そうですね、まあ、どちらでもいいんですけど多分自分の中で、はい、ウーアチアパワーがリャン統一で持ってるんで、はい、6万の方が使いづらいだろうって考えたと思いますね、森脇さんの中では。なるほど。佐々木さんドラワンコになってしまったけどもう順目が深くて、はい、もうダメですね。ここはは親の森脇の天敗で流局になりそうな雰囲気です、うん、ロマンまだあと1枚いるのは山にいるんですが、はい、ここでも積もれませんでした、はい、これで流局ですね。森脇の一人天敗、うん、仮にこれ一つがリーチしていっても、はい、流局ですね、ですね、はい、トン一局一本場、まあ、その流局した結果っていうのは、まあ、リーチの想定内っていうことでいいんですかね。想定内というと森脇さんの方ですか。はい、森脇さん、森脇からすると、まあそうですね、多分親利で降りてくれる局面が多かったんで親利したんでしょうけど、うん、多分この辺からはもうリーチしても降りてくれない手合いの人もいっぱい出てくるんで、はい、そうそう安易なリーチも良くないし、うん、逆に一つ行くなんかも毎回やってのんびり様子見て勝てる相手にもなくなってくるんで、はい、はい、行きやすい時には行ってもらいたいですね。うん、先ほどの手配ぐらいだったらリーチと。そうですね。グルマ君は行くんですか、あそこは。僕は行かなそうですね。行かない思考ってどういう思考ですか。まあドラが今見えてないくて、はい、うん、で自分がトータルでもかなり有利な位置にいて。はい、トータルかなり離れてる人からの親のリーチにわざわざ自分が打って、うん、なんか助けなくてもいいかなっていうふうに思っちゃいますね、うん、はい、でもどうなんだろうなでもその後上がり逃しだったら相当行きづらくなりますよね、局面的にね。自分が上がり牌先出てて、うん、はい、相手にツモ4セホルって言われたら、はい、相当なエラーになりますよね。そことの天秤はかけないですか。それは、はい、それが何でしょうねそれはそれでもう一つの結果として受け入れて、うん、切り替えて次って思うことにしてることが多いですね、うん、でも打った時切り替えちゃった方が僕は楽だと思うんですけどね、うんうん、そうですね、そう、うん、そうですね、まあそれは考え方は人それぞれなんでどうでもいいんですけど、はい、うん、でもどうなんだろう。僕の経験則としては行った方が勝ちやすいってことですね。はい、はい、そうですね、うん、その手堅いって言えば手堅いですよ。まあ何でもかんでも降りるわけではないんですけど、うん、今のは微妙、今のは微妙ですか、うん、はい、でもドラ1だったら行きますか。じゃあドラ1だったら断面転敗だったら行くかもしれないですね。高め2300ですよ。なんか、はい、あ、うん、それ行きますね。あ、はい、その時はさっき松戸君さんが言ったように、はい、まあ、打ったら打った時考えようってなってますね、まあ、その時はちょっと安心感があるからね、うん、はい、
これで打ったらまあ仕方ないかなって思えればいいんですけど、うん、選択、うん、急走切りでもよかったですね。森下君、はい、森下はローピン切りましたね。沢崎もいいシャンテンです。森脇さんも苦しい仕掛けですね、はい、白と一通、白と一通ですか、はい、さあここで森下にテンパイが入ります。カンパーソ、うん、まあ微妙でしたね今のも。うん、急走切っておくと結構十分系のいいシャンテンですよね、はい、ここにパーサーもこう単野へも移行できたという、はい、そうですね、はい、さあリーチを受けて一つ、ここはイーマンを切ります、うん、リーチの現物です。さあ森脇、いや微妙な仕掛けしちゃいましたね森脇さん、はい、ちょっと残ってる牌が処理しづらくなっちゃいましたね、はい、一つは、うん、基本あれですかね、リーチに対応するタイプなんですかね、一対の麻雀を今日見てる限りだと。そうですね、まあ結構安全なとこで戦う印象が強いですね。さあ、ダンピンを切りました。さあこのパーソーは残り1枚ですね、うん、1つの手の中にあんこでありますので、カンパソは残り山に1枚です。さて考えています。これどうするんですかね。ティッチの現物はありますが、そうですね、あのパーワン9ワンって落とすよりは3ワン勝負した方がいいですね、はい、あ、積もりました、ラスハイ、ラスハイのパーソー積もりました、うん、リッチ積もドラ1200ですね。1200は1100、2100流れちゃっています。よく積もりましたね今、うん、ラスハイ、はい、まあ、本人の目からはそれがわからないんですが、うん、本人からはよく見えたんですよね、はい。確かに森下初めてリーチして上がったんじゃないですか。そんなことないですか。ああ、さっきから親で空振ってましたからね、はい、ずっとリーチして重曲してたイメージあったんですが、はい、うん、ようやく上がれました。そして上がって迎えた森下の親番です。2曲、うん、ドラはシャーです。もうだトンが統一、ペイが統一、色に寄せるような感じでもないか。ドラがシャーだけにね、ダブトンのみだと2900と、はい、ダブトンが投げた時には はい、やはりあとイーハンとかディアンハンつけたくなっちゃいますよね、うん、どうしてもトンイチとかドラとかになるんですけど、ああこれでいいんじゃないですか、はい、これでマンズとピンズどちらか寄せる、はい、一番早そうなのもは2メンチですね、はい、しかし仕掛けが効く分森下がやや有利かといったところ、一つ井さんのトーンはちょっと出なさそうですね。そうですね、手が遅いので、はい、簡単にダブトーンを切り出すような手配ではありません。流派から動くとダブトーンは今度泣きづらいですからね、はい、そうですね。ちょっと今画面が暗くなってしまいました、はい、森脇はここでヤンウピのタスが完成します。カンチャンタスまだ一通の可能性を残しましたね。ここで何も重ねましたね、はいはい、ここでマンズに決めます。これは何からは動きたくないね、表示牌に1枚、はい、しかしうん、まあ、スルーするとなくなってしまう。やむなく泣くんですか。僕はムヤホンチートイも見るんで、はい、あのナンはもうぐっとこらえます。ここはナンをこらえてトーンとリューハーからは動き出しますね、はい、うん、なるほど。じゃあペイが2枚、はい、まあ、ペイ1枚すでに出てる。特に、まあ、ペイもないです、ね、まあ
普通の状況でも泣きづらい形ですけど、はい、あの一井さんと澤崎さんは、はい、森下君の親のこのこれだけの派手な捨て牌に、はい、何泣いた瞬間に自敗って全部やめると思うんですよね。なるほど、うん、だから動き出してすごい大事ですねこの手は。さあそして澤崎はドラのシャアを切りましたね、はい、イシャンテンです。単品系のイシャンテンこの手牌ですね、うん、これ先輩です、はい、カンウピン、闇天に構えています。そして個数馬を引きました。これ、今度は換算ピンに受け替えました。あ、これはポンかな。あ、しない、しなかったですね、ませんでしたね、はい、もうペイが2枚切れているというのもあって、あ、面落ちというのはイシャンテンになりましたね、はい、うん、そうですね、泣かない方がいいですね。イシャンテンをリアシャンテンにして動きづらい捨て牌になってますからね、はいはい、テンパイ。ここで森脇もウッパーピン、ウッパーピンのテンパイを入れています。難しい。3万か。さあ、チートインに決め打つのか。3万切りでお茶を濁すか。はい。何のトイト落とし、ペイのトイト、ペイ落としましたね。ペイ落としましたね。そうですね、ペイ2枚切れています、はい。そうするともう次の何は動くしかないですね。動いてヤマトの勝負と。はいはい、もうどこからでも泣くって感じですかね、うん、もう泣かないともうダメですね、はい、上がりまで結びつかないですね、はい、あ、これで一つに2トンが重なって、カンウーピンのテンパイですね、はい、3色のテンパイです。カンウーピン、カンサンピン、ウッパーピン、はい、全員ピンズ待ち、はい、あ、なんか動き出しましたね。逆に言うと、うん、マンズはみんないらないので、うん、これ打ちやすいですよね。何のポンで、はい、マンズとはいえドラのシャアが3枚切れてるんで、うん、それで一つ井さんはダブトンをちゃんとガードしてるんで、はい、ポン、これテンパイですね。ヤンマン追いつきました、はい、全員テンパイです、はい、親は77ですか。一つ井にジャンマンが入ってここはローピンを切りましたね、はい、ここは冷静でしたね、はい、そうですね、さすがにあの仕掛けで最後マンズ余りましたからね、はい、あ、積もりました。よく追い越しましたね、はい、うん、かなり今劣勢に見えたんですが、うん、2つ仕掛けてジャウマン積もりましたね。いや、今のはいい上がりでしたね、はい、2600オール、うん、ようやくなんか森下が上がりのものにできるようになったんですね。不思議ですよね、今までは散々先行してて上がれなくて。そうですね、今度は一番後方から行ったら上がれた、はい、森脇さんの話聞きたいが来てますね。あ、はい、来てますね。森脇さん実は昔、はい、あの最速で結構 A2 リーグまで上がったんですよね、はい、結構前ですけど、もう10年以上前だと思うんですけど、はい、で最終節を控えて、はい、A1 リーグ、あの A2 リーグ1位だったんです最後、はい、1位だったんだけど、はい、最終節の日付を間違えちゃって対局場に現れなかったんです、その日。それで、あの運営から電話が行った時に、はい、ああみたいな感じで戻ってきたんですけど、はい、ペナルティがついてしまって、はい、あのまあ、当時は100ポイントですね、はい、100ポイントのペナルティがついてしまって、はい、まあ、ほぼ残留濃厚になったんですね、はい、で、まあ、その時あの競技の方やってた藤原さんから、はい、まあ、それはそれでしょうがないから、はい、しっかり残留してこいってことで送り出したら、はい、森脇さんはそこから、はい、あのまだ勝機は諦めないってことで、はい、ブンブン、あの、行き、はいはい、行かれて、それで親の国士を報酬して、はい、A2 1位からあの高級してしまったというあのそういうエピソードがあります。ちょっとっだから、まあ、リーグ戦最終節で1位だった人が高級したんです。そうですね、あのだから森脇さんはあのその時多分あの勘違いされてなかったら、はい、あの A1 リーグになってた可能性もあったんですよね。かなり高かったですよね。そうですね、はいはい、して、今 C1 リーグ。そうなんですよね、はい、と、うん、はあ、でも森脇さんすごいなって思うのは、はい、なんかそれ以外の試合は森脇さんいつも
30分前とか1時間前に会場入りされるんです、はいはい、今日もすごい僕の携帯に2時ぐらいに電話があって、はい、今着いたんだけど場所どこみたいな感じで言われたんです、はい、はい、うん、だ本当にあの普段時間とかすごい守る人なんで、はい、本当に一番大事な時に回だけやらかしたの、ね、なるほど。さあ、そう話してる間に川崎が、はい、イースマンのイーペーコーのリッチを言っていて高めのスーマンを積もりました、はい、リッチ積もイーペーコー、1000人とね、だからもしその時に順当に A1 に上がってたら、はい、あの第何期か分かんないですけど大井森脇翼が生まれていたかもしれない、誕生してたかもしれない、はい、し、はい、今もう A1 リーグで、はい、まあ、配信確認とかに出ていたかもしれないわけですよね。でいつも僕言われるのは、はい、今から上がるからちょっと待ってろみたいな感じでいつも言われるんですね。今から上がるから、いや、あの A1 まで行くから。ああ、なるほどなるほど。まあ、いつもあの待ってますって答えるんですけどしかし C1 からだと結構時間かかっちゃいますよね。まあそうですね、あのやっぱりあの麻雀って自分がすごい打てる時期とかもあるじゃないですか、はいはい、乗れてる時期とかね、はい、で1回前マスターズの決勝に乗られた時も、はい、あの連盟の人気者だったんで、はい、もうみんな応援してたんですよね、森脇さんのこと。でその時も残念ながらあの男を見せすぎて負けてしまったというのがあるだから今日はちょっとすごいおとなしく見えますね、僕からすると森脇さんの。あ、そうなんですか、うん、確かになんか別に発展校なとかいう感じはしないですね、うん、はい、うん、僕森脇さんとこの間リーグ戦でも当たりましたよ、うん、あ、はい、第何節かで、うん、はい、すごいあの押しっぷりが素晴らしいなっていう印象を受けましたね。で最近はあの森脇さんもあの結構ね、あの、はい、いい年になってきたんであまり結構すごいことは言わなくなりましたけど、はい、昔はなんかあのその入りたての頃は、はい、俺が当たり牌を握るわけないとかすごい結構面白いこと言ってました。なるほど、はい、いいですね、そういう人だったからテスト受かったんですよね。そうですね、それでなんかたまに最近あのいつもは瀬戸駒って呼び捨てなんですけど、はい、今日なんか瀬戸駒さんとか言われたら、はい、いや本当やめてください、呼び捨てでいいですかとか言うと、はい、いや俺も年取ったからなって今日言われてそういうの言われて本当気持ち悪いですけど。あ、なるほど、はい、そんな人じゃないでしょと、うん、一応ねあの始まる前にエピソードを紹介していいかって言ったら全然構わないって言われた、うん、はい、なんかそれどころじゃない感じそうですね、はい、ぜひこっから追い上げてほしいですけどね。さあ現状森下がいい上がりでしたもんね、はい、この3回戦は森下が優勢です、うん、でもそのすぐ後に佐々木さんがまたさばきましたもんね、はいはい、佐々木さんやっぱりそういうのアンテナ今日はすごい冴えてますね、はい、次ここでチーピン重ねて、うん、まあ、ゴロチーを見つつチートイッツファーソーでした。ここで森脇2差しのピンズが完成、まあ、ローソーを切り出します。沢崎はそうですね、あの今コメントで来てますけど森脇さん応援するって来てますけど本当に、はい、あの今日で僕は1000人応援増えますよって言っといたんで。ああ、なるほど、はい、まあ瀬戸熊さんがあの、はい、今プレゼンしたみたいな感じですもんね森脇プロのことなかなかね皆さんにあのお伝えする機会がなかったんで。そうですね、はい、強烈なキャラとして、はい、連盟に長年いるんでついに登場という感じなんですけど、はい、僕的にはなるほど、日の目は今浴びていると表舞台に、まあ、どうせならこのまま決勝まで行って、ね、はい、さらに名前が売れると。
ここで一つジャンピオンポンしました。いいシャンテンです。沢崎考えます。ここで十分のいいシャンテンに構えました。あ、これポン点か。さあこの白を森下がポン、はい、これはイースーマン3万。そうですね、値段は安いですけど、はい、しかしイーマンが場に4枚出ています。はい、1ついくも単用3色点牌、はい、G点を入れました。はい、貫禄ピンですね。佐々木さんが差し子が見えてきましたね。はい、これで3度ビーで、そして貫禄ピンは、はい、場にローピンが2枚出ているので残り1枚ですね。あ、これ当たりですね。これ数万が出てしまいました。はい、まあ白のみ、うん、先手。そうですね。森下君としては今度は逆に、はい、この3回戦は一つ一君をなるべく沈めて、はい、このままトップを取りたいと。はい、まあ澤崎さんでもいいんでしょうけど、今のところは一つ一君のが、3万点から遠いんで。はい、同じようにこの澤崎さんの親番もなんとか森下君としては、早いうちに落としたいですね。うん、この沢崎の親ソン4曲です。ドラは9万。森脇はチュンとトンがドイツで入っています。ここは数万から一色で見て数万から一つの気配にマンズがたくさん、初もドイツです。沢崎ここはジャンズ OK だし、ここで急走、森下はちょっと苦しいか。ちょっとここでドラ重なりました。一気に形もいいですね。ジャンズ一直線ですね。ニャンパワーの二度受けですね。一つですね。はい。はい。次は積極的にここは仕掛けていきますかね。まあ、リュアから動いていいんじゃないですか。うん、ただ、リャンピンのところで、ちょっと工夫してもよかったですね。はい、一旦白を切って。そうですね。吐くぐらい打っといてもよかったですね。さあ、森脇チュンがあんこになりました。うん、ここで、沢崎もローピンを引き入れました。シャアのドイツ落とし。ここで森脇イースを切ってピンズへ寄せていきます。森下は4ドイツ、ちょっとパッとしない感じですね。リューハーはポン、白なんでポンされず、はい、ちょっと指運も良くなってきましたねはい、そうですね、どっち切るかで全然違いましたね。うん、スーソのつもぎ、お9ピンがあんこになります。ここで初が出ます。これは一つよしかけましたね。E1、そうですね、ポンして E1 だったらポンして吐くでもよかったような気がするんですね。結局 E1 をあの2ピンのところで切るっていうのもあったんですよね。はい、まああの川に迷彩をかけるといった意味合いで、まあ、いずれはバレるんですけど、はい、2フローぐらいまでさせてもらうと相当助かりますよね、これね。まあ、今はいずれ不要配になりやすかったそうですね、はい、ただメンチまで伸びる可能性考えると、まあ白切りもあったんですけど、はい、さあこれ森脇はドラの9万は切りづらい、うん、ピンズ狙いつつですね、はい、まあ、テンパイすれば出ていくような形ですね。はい、うん、佐々木さんは6、7、8、はい、パーマンを先に処理しています。うん、あ、ここでテンパイです。ウッパーマンのテンパイ初の間に合ってますね、佐々木さんのパーマンが、はい、あ、
これで森脇さんも勝負点になってきた。はい、この9万が出た場合ポンっていうのもある。これウーワン出ちゃうんじゃないですか。出ないな。出ませんでした。さすがにもう気配出てますね。ここでまた選択ですが、あ、しかし E マン切ってるんで。そうですね、もうつもぎりでしょう。つもぎりしか、あ、から切りしましたね。ああ出た。さあ、沢崎プロ8000点ですね。はい、パーマン先に処理していたんですが、また持ってきてしまいました。うん、初本一ドラドラ8000の上がりです。これは大きい上がりですね。まあ、最初の処理していたのが間に合っていたせいでもう切るしかなくなってしまったと。今度は森下君のターゲットは佐々木さんに変わりましたね。これで鈴木君が配球限界に超えてきたんで、これでまあその点数状況的にターゲットが変わるのはもちろん当然なんですが、はい、しかし森下からすると、まあ、ターゲット一つの方が良かったなとかもあるんですかね。まあそれは接戦になった時は一つ君の方が戦いやすいでしょうね。どう考えても、まあ、そのすごい一つに失礼な話ではあ、いやいや、まあそれはあの百戦錬磨の佐々木さんと一つ君であればそれはしょうがないでしょう。ただそれもちゃんとトップを取って澤崎さん沈めて終わった場合の話ですけどね。はい、まだトンバなんで、あ、要するに難入したばっかりなんで、はい、分かんないですけど。はい、親は森脇。沢崎なんかは今補充、ね、8000の補充となってしまって、うん、あ、やっちゃったなみたいなくらいなんですかね。いや、まあ全然このぐらいだったらなんと思うね。あ、そうみたいな。いや、あ、そう、いや痛いは痛いですけど、あの、まあ別にじゃあもう一回立て直すかって感じじゃないですか。うん、あの半チャン5回もあればやっぱり補充の1回2回ありますんでね。一時その度になんかがっかりしててもしょうがないんで切り替えると思います。確かにそうですね。はい、はい、むしろ沢崎さんにしてみたらね、今日こんだけ貯金先にもらったから、はい、すごい楽は楽なんじゃないですか。追い上げるときはね、さすがに相手が調子いいと沢崎さんといえども手こずるでしょうけど、はい、先にこうやってリードしてしまえばね、はい、うん、行ってよし守ってよしになるんで、はい、私ここから負けるイメージってなかなか湧かないですもんね。うん、もちろん、まあ、何があるかわからないんですが、森下ドラを重ねましたね。一つはちょっとかなり今日はずっとこういう感じですね。一回要所で上がったら、まあ、だいぶ様子を見るってね。一つの手牌ですが、3巡目の数万切りのところで、はい、まあ、E ピンとか切って本一に行っても良さそうな手牌だったんですが、なんかさっきから見てると3万点超えたらちょっと遊びみたいな感じで、安牌抱えながらって感じがしますよね。はい、うん、森脇に天牌が入っています。ウッパーマンの天牌ですね。ピン不能みです。まあ、親の森はここはきっちりやみてんに。そうですね、あの競技麻雀ではセオリーですね。はい、まあ一応一つ井さんのとこからこぼれる可能性が高いのと、はい、うん、さてここはサンドドローと入れ替えました。ただ手代わりがないんでリーチ行く人もいますね、ここは。あ、ここでリーチ。森下がダンズを箱にしてリーチ。はい、ジャムマンのリーチです。リーチドラドラ。さあ、このジャムマンが。だからリーチしとくと、森下君が、はい、まあ、まあこれはドラドラなんでほぼ同じだと思うんですけど、はい、あのいっぱいでも通させなかったって場面があれば、はい、リーチしてた時もありはありですね。おっと、ここでつもぎりリーチ。ウッパーマン。これは僕はやみてんのがいいと思いますね。はい、さあ、このジャンウマンは1枚ずつ
でウッパーマンはウーマンが1枚で、パーマンがこれ3枚ですね。ウッパーマンの方が枚数は有利です。ここに沢崎の手にパーマンが1枚来ました。これパーマン天敗ですか。ローアンキルと天敗ですね。ローアンキルと天敗ですね、はい、しかし2件リーチが入っています。でも森下のリーチの現物でないって考えるんだったらローアンぐらいいけそうですね。沢崎さん、一つは対応しています。で森脇からローマンが出たので、うん、沢崎のローマンは切れそうですが、一旦テンパイ崩してしまっています沢崎。この白はションパイです。ここで一旦ローマンを切ります。ああ積もりましたね、よかった、はい、森脇はここでパーマンを積も、はい、リーチ積もピンフで1300オール流れになっています。ここでつもぎりリーチに行くんだったら先生の方が良かったっていう、先生の方が良かったし、1000点出して、はい、1500を日給にする必要はないってことですね。しかし、一番いい結果になりました、まあ、そうですね、はい、ただリーチして積もるって最後まで結局一人完結させる姿は、はい、それはそれで大事なんで、はい、まあ積もった以上は正解でも不正解でもないと、リーチして積もったって事実は残るんで、はい、森脇さんにしてはラッキーでしたね今の、はい、森脇も連チャンです。ドラはローマンです、うん、悪くないですね、はい、敗敗はおそこの敗敗、上下は初が統一になります。スタートの一つはシャーが統一、沢崎もあとまた手配です。森下からすると、はい、森脇に上がってこられるとちょっと、まあでもあまりなんか3回戦だからそんなに考えてないと思うんですよね。やっぱ自分がトップ取ることの方が大事なんで、はい、もう森脇さん関係ないでしょぶっちゃけ。逃げてる2人がポイントであって、じゃあそっちの 方が離されたくないっていうことですね、はい、うん、そうですね。ここは、なんとシャアが統一になっています。断面立つは完成。これドラのローマンを積もりました。はい、何もシャアも風邪入ですね、はい、佐々木さんが早そうですね、はい、追いつけるか森脇さん。ここでウーマンを重ねました、はい、だいぶ全員の速度が揃ってきましたね。そうなんですよね、うんうん、あまりワンサイドになってないですねここまでは。一つ言えばこれ役配仕掛けるんですかね。これは仕掛けるんじゃないですか。先ほどまでの見てると一つは仕掛けるそうですね。なんか一つは保険でやめるとか、そういった感じを取りそうな気がしますけど、あとドラの捨て合いに急走があるんで、はい、2つ思い切って仕掛けても急走で回れるぐらいの感覚はあるかもしれないですね。なるほど。沢崎もテンパりません。チームはつもぎりです。もういいシャンテン、はい、1メンツ完成、いいシャンテン、サブローは2度受け、はい、まあイースーピンとかスーワンウンワン、あ持ってきたリーチゴロチだ、はい、沢崎はチースを引き入れて、はい、高め3色のピンフドライチ勝負リーチですね。ここは森脇さんも降りれない。ここはパスも現物だし、はい、そうですね、ここは勝負。
ウッパーマンは、うん、山にはこれ2枚ですね。ここはぶつかりそうですね。そうですね。さあここでシャアがアウトになりました。どうする？一つで行かないでしょう、今までの感じを見てると。ここまでの、うん、しかもパワー当たりそうですもんね、はい、うん、ここまでの戦い方だと、まあ、やはりシャアのアンコ落とし、ちょっとあの形でパワー行くとまだちょっと勇み足みたいな感じになりますよね。ここにパーマン、これでウーアンないんですか？ウーアンもないし、あ、高めがなかったんですね、もともと。パーマンも、うん、残りが2枚ですか。あとはサブロー、ね、サブローワンですね。サブローワンの行方はテンパった、リーチでしょう。行きましたね。はい、サブローワンのリーチです、うん、ちょっと気合入ってます。気合入ってましたね、森脇さん。はい、6万いるのかな、サブローマンも残り2枚ですか。でも0対2だもんね。はい、いや、パーマンがあと1枚あります。あ、パーマン1枚あるんだ。はい、1対2ですね。山にはドラのローマンの方だけが、サブローマンは残っています。あ、ここに来ちゃった。はい、1枚来ましたね、うん、これで残り1枚対決。森脇さんが積もると面白くなりますけどね。はい、がぜん面白くなるけど、あ、ここ、パーマン、ここ、はい、最後のパーマンがこれで上がる可能性があるのは、森脇、うん、どうか、あと2回積も、はい、ダメ、あの2人で積もっているような状況なのでまあでもワンパイも結構ね、硬いよね、こうなるとワンパイに。そうですね、ワンさん強い人はよく言いますから、ね、うん、さあどうか、最後の積も、はい、ダメダメでした、はい、ここは、森脇と沢崎の2人転敗で D 局となっています、うん、今日はね、森脇さん、ドラさんとかがね、あの最初空振って2回目上がれたけど、はい、あまり引き上がりがないんだよな。苦戦しています、ね、首をちょっとかしげています。1回戦終わった時に、はい、森脇さんが、例えば俺、沢崎さんと打つの初めてだって言ってたんで、はい、まあ、そうですかって言って、意外ですねって言ったら、はい、うん、なんかどんな麻雀打つかよくわかんないから、はい、様子見てきたって言ってました。すごい森脇さんが現最強位である沢崎君、もう大体わかったんですけど、どんな麻雀すごい森脇さんでしたね、あのコメントは。さすがですね森脇さんぐらいでしょうね、そんなこと言えるのは。もう早速仕掛けが入っています、はい、沢崎プロペーから仕掛けました。まあ役杯ですね、まあ、沢崎さんらしいですよね、この仕掛けは。非常に、もうシャーかぶりました。一つ芋、これに対応する、うん、まあ、こうするかのように中ポン。一つ芋、なんかこの手格好から仕掛けるの珍しい感じしますね、はい、独特ですよね、その行ったり行かなかったりが、はい、何かあるんでしょうね、うん、ここで親番は結構行きますよね、はい、ちょっと遠めの仕掛けでも。沢崎さんのリーチは嫌なのかもしれないですね。なんか沢崎さん泣いた時は意外と自分も動きやすいみたいなのがあるのかもしれないですね。なるほど、うん、
まあ、そうやって割と立ち位置というか意思の疎通を図っているというような。いや完全に2人で裁きに行きましたね、はい、徹底してる、はい、ここはもう無難問いつ、はい、無難が問いつ、はい、森下はいい手格好になってますね、うん、ダブナントイツで。森脇はこの親番は維持したいでしょうから、何もいずれは出ていくんじゃないでしょうか。さあ一つここでダンメンターツの選択ですが、スーツをつもぎりました。ちょっとつもがりないですね、森脇さんは。はい、うん、2人に2風呂されてこの手格好だと。ちょっと対応しちゃいますよね、ここは。はい、もういっかなってなっちゃいそうな、うん、まさかあんな2人ともまだ感じとは思ってないです。はい、さあ森下もちょっと手配がここはちょっとスリムにしましたね。ああテンパった。はい、ここで一つにテンパイです。ここもテンパイ、そしてここもテンパイ、はい、どちらも、はい、点数は、まあ、佐々木さん高めだと2000点ですか。はい、1000点と2000点、はい、休めは1000点、はい、まあもう、うん、あからさまにさばきにいってるっていうような仕掛けですよね。まあそう見えてるかどうかは別ですが、うん、珍しい佐々木さんの三風呂1000点、うん、先ほどあのイーシャンテンの時に、はい、あの一つがタッチ選択の場面があったんですが、うん、はい、あー数層払ったとこね、はいはい、そこを、まあ、あえて想像を切ることで高くないよっていうのを見せてるみたいな意思もあったりするんですかね。いや、あの単純に枚数じゃないですか、うん、嘘が2枚見えてるんで。あ、そうなんです、うん、いずれどちらかが上がりそうな、うん、森下の手牌にディアンマンが浮いています。麻雀って不思議で、やっぱ一人でさばくと結構誰かが本手が追いつくんだけど、はい、二人でさばいた時は強力ですよね、やっぱり。うん、別にこれもうお互いに補充してもまあいいよって感じ。いや、そう、そこまでではないでしょうけど、はい、あの森脇さんの親番が嫌なんでしょうね、はい、うん、森下君がトップ目立っちゃったのはしょうがないにしても、これで森脇さんがまた4戦オールとか言うとね、2人ともそのまま並びができちゃうんで、はい、1、2回戦と逆の、はい、しかしなかなか、テンパった。はい、ここでこれリャンワン打っちゃうかもしれないですね。ドラドラですから、うん、シーソー自分から見て3枚、うーん、ダブナンですもんね。苦しい、うん、まあ一旦はリャンワンを切ってテンパイは取るっていう選択もありますが、ここは丁寧にシーソーを切りました。まあね、沢崎さんがピエナイってピンズで差し子、ソーズで差し子だからリャンワンはほぼ、はい、うん、8割。さあここに、当たり牌であるウーマンが。あ、そうですね、やっぱ、ね、マンズだけは、マンズの、はい、ね、2から5まではほんとバカバカしいですからね。まあ、うん、6目か。そうですね、まあドラも、うん、一つからは見えていないので、さあこれで現状テンパってるのは佐々木だけ。そうですね、森脇さん、ああこれパスを短期、ここでドラを入れ替えました。まあ一応7700になりましたね、はい、3色ペイドラドラ、森脇さんもテンパイまで頑張りたい、はい、ここでリャンは切らない。ファーストは、手配の中で3枚使われています。一つ、うん、ここは、まあ、いいピンの指を落とします、
な、これテンパイじゃないですか。はい、ウハウマ頑張りましたね。はい、まさか佐々木さん流れ早いはなし、まさかそこからテンパれるとはっていう感じですね、うん、これは大きいですね、はい、これは大きい。ローピンかな、ウーピン。さあ、これが相手牌になります。森脇と沢崎の二人テンパイ、うん、森脇さん非常に頑張りましたね。今いいテンパイですね。これまさかあそこからテンパれるとはちょっと思わなかったです ね、見てても。あのウーマンを一つがつもぎっていれば、はい、まあ、1000点で終わっていたんですが、うん、あとは森下君のリャンワンですね。はい、いやさすがにね、あの泣きでマンズあの辺泣いたら ね、あの特に一つ井くんの手からは、はい、ドラヘッドの、はい、そうです、高見休めの手の感じもあるんで打てないですよね。うん、もうウーマンズ高めっぽいですもんね、うん、3色の方っぽいから。あ、森脇の連チャンです。なん2曲、あ、なん1曲、失礼しました、3ボンバですね。ではやんぞ、もうドラドラ重ねました、はい、ここもドラ、はい、嘘、ちょっと違和感あるな。うーん、もう勘違い引きました。グッと手配が良くなります。あんなちょっと逆に吐くどうするか難しいね。うん、仕掛けていくんですかね。まあ、あのいや僕は1枚目は見送ってほしいですね。これここで白統一落とし、あこれはありですけど、まあ、あと供託が2本あるんですけど、うん、これを取りたいっていうのはどうなんですか。いやそのね、そこも大熊龍馬君と多分考えぶつかるんだけど、はい、泣いたから早いって考えはそれは僕は違うと思うのね。はいはい、うん、テンパイまでの速度は泣くと上がるんだけど、はい、でも結局有効枚数ってどんどん泣くと減るじゃないですか、はい、だったら面前と天敗の速度って結局一緒なんですよ。わかります。対応されるから、対応されるし、じゃあ打点との兼ね合い考えて、はい、スピードがどんだけ大事なのって考えたら、はい、結局風呂してある相手も対応するから上がりまでの速度ってそんなに速くならないですよね、はい、だからさっきの沢崎さんと一つ井くんがそうだったんだけど、はい、天敗までは速いです泣くと、はい、でもじゃあいざ面前でリーチ来られた時はどうするのって感じになるんで、はい、僕はだからぐっとこらえるとかこらえなきゃいけないと思うんですよね。このポンテンチーテのあたりだったらしょうがないけど、うん、ポンシャンテの時は一回こらえるとまた1枚引いただけで有効枚数がらっと変わるいいシャンテになるんで、はい、今ちょっとドラ表示牌というかドラが右下の画面の右下にパーソード出てるんですが、ああそうですね、ドラが違いますね、はい、ドラで安蔵です、ね、これは間違いです、はい、失礼しました。さあ森脇に3ピンと安蔵のシャンポンのテンパイが入っています。ね、こうなるともうリャンゾーは出ないですからね、はい、うん、リャンゾーはあと1枚、あと1枚山に残ってますね。リャンゾー引き上がると大きいですけどね。うーん、一気に、ああ3ピン下げた、はい、3ピンもこれで残り1枚、だからまあここは好みの問題なんですけど、はい、ローピンした地位のテンパイを取るか、はい、3ピンを我慢して入れた時のリャンソーと3ピンのシャンポン、はい、カンローピンを取るかですね、はい、それでまあカンローピンで取ってると沢崎さんがつもぎる可能性もあったんでこのローピンが上がりハイになった可能性もあるってことですね、はい、だから上がりまでの速度を見ると、はい、僕は泣いても泣かなくてもそんなに変わんないっていつも思うんですよ。なるほど、うん、天敗系じゃあどっちが秀逸なのって考えた時は僕は面前で仕上がった方が秀逸な可能性が高いと思うね。それは周りのレベルとかにもよっ
順ですか。いや一緒です、麻雀の本質は、まあ、あんま関係ないですね。なるほど。お、森脇数ピン引き入れてジャンウピンの転売になりました、うん、だから泣かなきゃいけない局面もあるんですよ。これは逆に難しいんですけど、はい、だからそこを使い分けてほしいなと思いますよね。そのよく見られるのが供託がいっぱいあるからとか、はい、そこで速度上げようとして別に泣いたからって早いわけじゃないですからね。急所を泣くんだったら分かるんだけど、はいはい、何でも泣き散らかすと、はい、逆に上がりの速度を遅れるんで、うん、それは僕は別に意見はぶつからないですよ。わかり、わかります。あー積もりましたね。積もりました。ウーピン積もりました。本2000オールも大きいですよね。大きいですね。積もると大きいですね。だ可能性としては77の出上がりだったか2000オールですね、はいはい、3本場なんで2000は2300オールの上がりになっています。まあ、一番泣きやすい形で出たんで森脇さんとしては、はい、スムーズに動けましたね、はい、吐く問いととしては良かったですね。うん、あそこで多様に詰めましたね。うん、さ森脇が4万点台のトップ目に立っています。ドラはウーマンですね。森脇ドラを使ったジャンメンタル、うん、おっとっここは入りましたね。5666と、うん、7も来ましたね。本も統一です。右手見えない。右手見えませんがそこはご愛嬌。ゴロッチで2面でしたね。あ、違うわ。556667、はいはい、完全ドラ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 ですね。このトーン投げますね。はい、今度は投げやすいの。これトーンが出ました、うん、これを仕掛けましたね、はい、そしてチュンを切り出します。でも2泣きしてもよかったですね。別に自分でツモもう一回行っても、なるほど、森下君からも出る形になってるんで、はい、だからそういった意味ではだいぶ状況的にはいいですよね。さあ森脇はイシャンテになってますね。うん、圧倒的に親が早いですね。澤崎さんと一つ井くんは我慢の時間帯入りましたね。あの2人で仕掛けて泣きさばき行った曲がやっぱキーポイントになりましたね。はい、結局あそこ森脇さんのテンパ大きかったですね。大きかったですね、うん、こうなると。だからこうなってしまうと一つ井くんと森下くんがリャンワンきちっ と、はい、あすごい、ちょ一番いいの弾きましたね。どっちだろう。あそっちなんですね。そっちそうに取った。5678待ちにも取れたんですが、まあさすがに自分で6枚使ってますけどね。7枚か、はい、7入れるとスッチそうにしました。単純にでも、まあ、待ちの優秀さでは、うん、タメちゃんの方に受けるかと思ったんですが、まあウーワンはほとんど出ないからね、はい、パーワンをどうするかですね、はい、おしかし出ましたね。正解しました、はい、12000。はい、うん、これは大きいな。大きいですね。そして森下はきついですね、はい、この宝珠は、うん、はい、12000は13200の上がりになりました。これで、森脇はなんとストップ目になりましたね、はい、もうこっから降りちゃダメですよ森脇さん。なるほど、全部行くみたいな、はい。第1局5本場です。うん、悪くないですね。やっぱりこれは老僧です、うん、もう面前で仕上がるでしょ多分。9ピンからだからこうなると森下くんがノリアンワン打っちゃった方が良かった可能性もありましたね、はい、うん、あの止めたのがなんかテンパ入ったんだからし、あの
打つのも当たり前のケースだったじゃないですか、はいはい、ペンチ層でドラドラで、はい、街はほとんどないんだけど、はい、まあテンパった以上は打っちゃうかみたいな、うん、それが自然だったかもしれない、難しいですけどね、まあ、一旦テンパイ取っておいて何が出たりしてポンすることもできましたからね、うん、そうそう、ダブナンポンテのドラドラの繰り返もあったんで、はい、別にまあほとんど当たりの範囲ですけど、はい、うん、でも自分がドラドラだから佐々木さんドラドラの可能性少ないですからね、はい、そんなに打点も ないの、なくても済むケースはありましたから、うんうん、まあ難しいんですよね、はい、そこはしかし今森脇の時間が続いています、うん、まあ、ようやくといったところですかね、はい、やっぱりね、半チャン5回あるとどうしてもあの受ける時間も攻める時間も来るんで、はい、今まさに、はい、まあ、沢崎なんかは受けの時間ですよ ね、どちらかというと一つは結構終始受けてて、うん、要所要所で上がってるって感じです。森脇もブクブクに構えていますが、ここはつもぎります。そうですね、ドラがローソーなんで、はい、あそこはスーソー切りでいいと思います。ここで一つ一面ずつ完成してテンパイですね。ドラ1のテンパイ、これはリーチいけないですね。ひとまずテンパイだけ取りました、はい、佐々木も苦しそう。ただ森脇さんローピン切っちゃってもいいですねこれね、うん、そうですね、あまり方向性を変えない方が、うん、一つ行くのポンするのかな白は。うーん、ここでリーチを行かないっていうことは、うん、役割でテンパイしたいっていう気持ちもあるかもしれないですね、うん、一旦ポンするっていう手もグルマくんポン、あ、ポン、ポンしたね、ポンしましたね、ポンする、僕その前のテンパイ取らずにイーマン切ってます、ね、それで今3ピン2ピンなんだ、はい、リーチに行かないんなら、うん、テンパイ取らないですね僕は。大体森脇さんのリーチは想定できるからねここは、はい、佐々木もなんと順が仕掛けられる形になってます、うん、いい先手、はい、3万我慢できるかな森脇さん。3万、うん、いや3万出た時チーしないでほしいなと思って。あ、なるほど、うん、あ、これでパーソー、はい、うん、これで、ニャンメンとニャンカンのイシャンテン、はい、さあ森下イシャンテンですが、ここは何を切ります、うん、一つ目はイーソー短期に前順に変えています。ここで、ウーマンを引き入れます。アドキスもイシャンテン、沢崎はチートイツのイシャンテン、バワに変えた方がいいね。これは沢崎テンパイですね。テンパイか、ジャンマンテンパイましたか、はいはい、あ、ここで出ました。あ、ジャンマンが出て、うん、チートイツお見事ですね、はい、沢崎さん先ようやく落としましたね。約は3100の上がりになりました、はい、本当にようやくといった感じですね、うん、佐々木さんの上がり大きいですね今、はい、で劣勢が続いている森下の親です、うん、森下君はこのままラストで終わると相当厳しいね。はい、1万2000の補充が響いています、うん、いっぱいはそんなに良くないけど、うん、まあなんとかなりそうではない、はい、ドラパーマです、はい、ここにドラが2枚、森脇の手牌はドイツが少し多め、
なんとかね、森脇さんとしては澤崎さんと一つ一個も沈めたまま終わりたいね。どうでした、ここでピンズ。甘露ピン引き入れましたね。はい、ゴロチ。はい。で、森下ピンズが伸びます。一つ今石安定か。はい。うん。ああ、広くなった。はい。ここで数層から行きましたね。うん、一応しごろ残しですね。なるほど。どうせリーチは打たないんで、はい、役割のピンフは確定させる、はい、まあ、こういうとこ徹底してますよね、うん、まあ、ここでもう一巡だけ温存した、はい、嘘入ったら三蔵切っといて一応マンズのしごろ変化と、はい、おお、刺し子、刺し子イーシャンテン、はい、リャンワンサブロソウ。一つになんかはその、うん、役なしの両面テンパイなんかしてもリーチ打たないってことなんですかね。まあ、あのこのトータルポイント状況だと打たないって徹底させてんじゃないですか、今日の戦い方は。なるほど、うん、さあ森脇も苦しそうです。広くなった、うん、はい、ああテンパった、テンパイですね、ヤウピン、はい、お、リーチ打った、リーチ行きました、おお、あ、原点は作りに行ったんですね。うん、なるほど。いや、むしろあの役割のテンパイしたいかというよりは、うん、これ森下君さ、はい、あのテンパったら難しいよね。さあ、ああ難しくないか、ここは、ここは難しくない。ただリャンは三蔵とかウーアン引いた時は難しいよね。三蔵とかウーアンを引いた時3色が、リャンピンとパーピンのチョイスになるでしょ。はい、はいはいはい、なるほどなるほど。まあ、リャンピンだと当たり入るなんですよね。そうね、リャンウーピンは、枚数がかなり残っていません。1枚ずつですね、残り2枚ですね、うん、森脇さんはやめてますね、残り1枚です。ジャンピンが1枚だけですね、うん、これじゃなかなかテンパイできません。森下がテンパイして追いつくかどうかというところ、うん、テンパイしたい。リャンピンとパーピンの引くがまだしづらいな、これ、はい、あ、これでローピンが場に2枚出たので、ね、はい、でも3ピンも2枚見えてるね。あ、なるほど、自分から。さあテンパイできるか。あ、テンパイしました。難しい、ここでどうするんだろう。これはパーピンを切らないと。お、あ、いったね、パーピン来ましたね、うん、えらい。そして、ここは闇天に構えています。あー、ローソー3枚切れ、うん、まあ積もれば値段一緒ですからね。はい、佐々木さんは何で、あ、手詰まりですか。やっぱあのパーピンは反応しちゃうもんね。あ、ポン、あ、ポンですね。パ、あ、ドラのパーマンをポンしました。そしてジャンマン、いや微妙だなこのポンは。うわ、おー積もりました。いや佐々木さんらしくない、らしくなかったですか、これは。うん、沢崎はまあドラをポンしても全然そうだね、はい、上がれるような配置ではなくて、うん、むしろ脅しのような感じだったんでしょうか。うん、しかしそのポンで三蔵が流れて、森下が高めのツモ、ツモ単野を3色、3900ホールの上がりとなっています。さあ、森下原点復活と、うん、そして沢崎、いや森下にとってはすごい、
大きな上がりになりましたね。いやこのまま終わるとすごいまた面白くなりますね、あと2回戦、はい、まあこのままでは終わらないでしょうけど、はい、もう一山ありそうですけどね。確かに2曲ですからね。うん、下の手配、9ピンから一つの手配がまとまっています。川崎は白が統一、ドラが1枚、森下もこれドラを引きます。森下君はよくパーピンをチョイスして引き上がったね、今のは。うん、よかったですよね、うん、そこまで選択する材料がなさそうに見えたので。まあそうだね、今のは比較対象そんなになかったんで、はい、一つ山は沢崎からしたら、はい、もうちょっとここでまで森下に連チャンされると、うん、めんどくさくなるなって感じ、ね、あと一つ井くんのリーチが意外だったんだよね。もう行きましたね、今までずっと受け気味の打ち方をしていたのに。だからすごい3万点にはこだわるタイプなんだろうね、やっぱり。なるほど、ちょっと意外でしたね、うん、だからここで配球原点持ってればみんな相当追うのきついでしょって気持ちが分かるんだけど、はい、やっぱりあの何でもそうなんだけど、ちょっと楽になりたいリーチとか、はいはい、これが決まればってリーチはほとんど決まらないって考えた方がいいんで、うん、そうそうな簡単には勝たせてくれないんで、ここまで来ると、はい、あんまり早く楽になろうしようと思わない方がいいですね。うん、顔を上げてしまったみたいな。顔を上げたまでは言わないけど、はい、なんか上がれれば一気に楽になるみたいな、はい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 、楽をしたがる、うん、僕もそういうリーチで失敗した経験はありますね、何度も。大体決まんないからね、これが決まればってな、本当に決まんないから決定打になるわけで、決まった場合に。うん、森脇も苦しそうな形ですね。森下はここで3ピン、一つ岩単野桶の手配。ここは一旦数ピンを、あ、E ピンを抱えました。さっきはここで難を固めます。難はしかし場に2枚出ています。森下が一番早いのか。一つ岩も悪くありません。おお、パピアンコにしました。ゴツゴツしてきた、はい、しかしエナンは番に2枚出ています、うん、あーもうないんだね、はい、チートリドラドラ本線ですね、はい、お仕頃になってきた、はい、ここで馬引き入れました。ここはローピン、はい、はい、仕頃にするにはローピンですね。沢崎はパーピン切りましたね、はい、もうチートイズに、もうチートイズですね、はい、ここで二差しのメンツができます。うん、3色森脇さん急走から行ってもいいけどな。うん、あ、ほらこれで行きづらくなっちゃいましたもんね。はい、うん、一巡なんだけどもう二差し見えたんだから急走リリースと。なるほど。うん、森下はリーチを打っています。スッチーマンですね。まあ、3色高め3色のリーチではなくなってしまいました。森脇さんでも3色になっていきそうだけどな。急走6球間なんか引いてもいっちゃいますか。うん、ああ積もった、積もりましたね。いや、すみません、リーチ日頃は完成しなかったんでね。はい、3色にならない方でテンパってしまいました。リーチ積も1000は1100オール、うん、あの三蔵積もからさらに連チャン成功しましたね、うん、しかもまたお膳立てで一つ今横に動き入れたでしょ。入れましたね。そう、なんか気分良くなってくるよね、これだけ泣きで、はい、積もったみたいになってくると。本来は積もっていなかったかもしれないのにっていう、なんか人工的にちょっと積もらした感じがあったんで、はい、結構こういうなかった上がりは怖いですよね、次から。まあ今のは大体上がれるでしょうけど、はいはい、一つ手配がいいです。3ピンか、まあ、ローピンを切り出しました。
先にドラでした。失礼しました。いや、速度が上がってきた。そうですね。さあ、そしてここはそうですね。まあ保留してますよね。ちゃんたにも行ききれず。さあ、ジャンピン。ピンズが伸びそう。ピンズ寄せるかな。寄せそうですね。ただドラドラだからそこまでピンズにこだわらなくても。森下チーマン引き入れて万全のイーシャンテン、はいはい、3ピン引けばさあ一つここでジャンメン立つ張ればチャンター、そうですね、はい、いやこの辺はちょっと山場ですね。うん、森は怪我でカンジャマン引き入れて、はい、初どうしても親りの方が速そうですね、はい、これはおお一番いいところ来た、いいところ引きました。本店 OK、 OK ですね。OK だけどどうするかな。お車くんはポンするの？ポンしますね。どっからでも？どこからでもポンします。僕はポンしないですね。まあ、これまだ我慢します。さあ森下が展開。そしてサブローピンのリーチです、うん。リーチ高めでドラ。一つではいかないか。いかなかったですね。三ゾーンを合わせました。うん、うん、森脇さんいけるかな、いけず一旦は今、うん、そうですね、ここの親リーチをテンパった、これは強制的にいくかな、行った、行きましたね、うん、一応8センターあるもんね、はい、白だとさっきの森脇さんのリーチと同じ場面だ、一、はい、ついくわ。さあこのイーソーと白は理想が1枚、うん、白は山に2枚生きています。これ当たり牌、はい、当たり牌です、うん、やめましたね。サブロピンは山に3枚生きています。ドラも1枚あるんだね。ドラが1枚ですね、はいはい、3対3、はい、3対3です。うわ、3対3か、しびれるね、ここは、はい、ここはうん、一つ上がると相当大きいですね、ここ森下から上がると相当大きい。そして森下がここで打ってしまうと、うん、かなりきついですね、森下は。どう？いけるね、これは行きやすい、はい、沢崎はもうだいぶ苦しくなっています。うん、虫たつまりません。どうだ、ウーピン、ウーピン、もういった。ああ、行きましたね。ウーピンもかなり強い。ここは勝負どこなんだね。はい、もう、うん、気持ち悪いね、あの捨て牌。はい、もうあの、いや、川には中ちゃん牌しか切られていないので。これは気持ち悪いね。みたいな。4枚切れはあるのかな？そう、いや。ない？ないですね。国士にも見える。国士にも見えますね。国士にも見えてるんだったら、うん、そんなに来るのもうめっちゃ嫌ですよね。うん、え、何これってあ、トン4枚目、はいはいはい、うん、トン4枚目、あ、積もった、あ、大きいなこれ、あ、積もった、うん、あ、ひとついさん手が震えてますね、うん、2戦4戦積も、ハク、ちゃんと、ちゃんとだろ、はい、これは大きい、2200、4200、うん、いい上がりでしたね。あ、森下は厳しい顔してる。これでだいぶちょっと楽になりましたね、うん、まあ、楽ではないんですが全然。そうですね、これで森脇さんもだいぶ減ってきましたもんね、展望が。沢崎だけが、まあ、1万5000点と、はい、ちょっと点数を持っていない状況になりました、
川崎さんと森脇さんが相当縮まりますね、このままいくと、はい、いや、ウーピンはよく行きましたね、今ね、はい、もうまあでもあのぐらい行かないともう戦いにならないですけどね、はい、うん、行って当たり前なんだけど、もうこれまでの戦い方からすると、はい、そうですね、だいぶ積極的に攻めたと、はい、イーマンがアンコ、何一目ですか、うん、はい、ただできるならパワー1つも切りから入ってくれるとパーフェクトだったけどね、うん、パワー1で3増払って、はい、ね、そう、あれ乱走を逃すと相当痛いから、はい、あそこ勝負どこって考えたんだったらパワー1つも切りしてほしかったね、1杯でいってもよかったかと、はい、さあ1つ、いこの時は、うん、バンズに伸ばせれば嬉しいかなという打点、はい、そうですね、佐々木さんは親番の前にある程度の打点で上がってから持ってきたいでしょうね、はい、状況的には3人に蹴りに来られる親を迎えそうなんで、うん、もう早い、白が重なりました、うん、不思議と麻雀は上がった後の親番はいいですね、これ9万があんこになりました、うん、森脇仕掛けた、仕掛けました、ハンニャンピンの地位、親の時は結構多いよね、一つ井くんこの積極的な仕掛けが、うん、まあジャンピンは3枚目だったんですね、うん、目に見える枚数は、まあ急所と踏んだんでしょうか、でも結局あの捨て牌でリャンピンから行くと厄介がバレるわけだから、はい、損は損ですよね、やっぱりそんな焦んなくても、自分の親番かもう一局でちゃんと3万点作りに行けばいいし、このままの3着でも OK と考えれば、はい、そんなに焦る必要はないと思うんだけどね、一つここでドラを積もりました、ここは三増切り、森脇もいいシャンテンですが、ここで、上層のフォローを入れます、森下もいいシャンテンになりましたね、うん、沢崎はちょっと苦しい、ひとついく昔なんかモンド TV かなんかに出てたの知ってる？いや知らないです、知らない、あの若い時にモンド TV、 あのモンド杯とか名人戦とかやってる番組の、はいはい、麻雀じゃない番組、いや麻雀です、片山先生が教えて、はい、それを生徒役でやって、はい、ベテランプロに挑戦みたいな企画に選ばれてたのね昔、へ、相当前だけど入りたての頃に、一つ井くんとあと他団体の女流の和田さと子さんですか、はい、だったと思うんだけど、そういう番組があったんですよね、へ、うん、だから結構テレビ対局は慣れてる、大抜擢じゃないですか、そうそうそう、その成り行きはよく分かんなかったんだけどいいなこれで上がれない、上がれない天敗をしていた一つ上がり牌持ってきましたが、ここはどう受けたんですか。つもぎりましたね。こうなっちゃうとちょっとね、見苦しくなっちゃうよね。つもぎり。イーマン切って白持ってきて上がれるみたいにしといてもよかったんですかね。もっとこれで感したら。いやーあーなんか変だよね。もうやっぱりアンピンチが僕はおかしいと思うんですよね。これ。うん、今の思い切って2万関して臨車にかけるみたいなのはダメなんですか。いやダメじゃないけど見苦しいでしょ。まあそうですね、うん、お見苦しいとこお見せしましたね。こうなった以上みたいな、うん、いや何が何でも親番維持しなきゃいけない時とか、そういう絶対もう先天勝負とか、はい、そういう時のもう究極の場面だったら分かるけど、あのいい上がりした後に、はい、やっぱりこれはやんない方がいいと思うんですよね。
最悪その E ピン3ピンも払っていってでもよかったですかね、ジャンピン泣かなくても。まあそうですね、とにかく焦んなくても、うん、面前でもなんとかなったし、うん、うん、森脇さんが流派と嘘を、はい、テンパ入れてますね、うん、流派ここ統一、はい、統一ですね。白はまだあるんですか。じゃあ白は山に2枚出ています、うんうん、じゃあ一つ以下あれだね、あの 白待ちにしちゃえばよかったのにね。はい、あの今切って、うん、そうだね、はい、うん、一応上がれる可能性残した方がまだ普通だよね。はい、うん、残りいつもは残り1回。いや、むしろこれ僕だったら開けたくないな、自分テンパです言えないレベルそうですか、うん、いや、深い順目だったら全然わかるんだけど、はい、うん、さあ、はい、一つ糸と森脇の二人テンパイ、まあ、タッチャーからするとちゃんと崩れたなみたいには見えると思うんですよね。うん、うん、なるほどなるほど、うん、ロキューマンターツとイスソターツがあるところから仕掛けたんだっていうふうに見ても、ね、うん、結構厳しそうなシャットに見えますよね。まあそのどうしてもやっぱり3万点超えたいっていうことなんですかね、はい、まああと親番維持したいっていうのがあって、あの白は大体泣けちゃうとこでやってたか、吐くぐらいはまだ序盤だから出るって愛な考えだったのか、泣けちゃうところでやってたっていうのは、うん、その普段の普段の麻雀だったり、その泣けちゃってるケースを多く感じてるのかわからないですけ ど、はい、うん、しかし白は2枚ともワンパイに入りました ね、結果的に、うん、九州ですか、九州の動きですね。そうだね、左側にチュンチャンパイ5枚ですから、はい、重なってなければ OK です。はい、ここは森下が、はい、99杯で入局をしています。うん、この99杯で痛いのは沢崎さんぐらいですかね。そうですね、最近はあの、うん、こうやってカメラで残すように指示がありますんで、全員のハイパイチェックできますね。あ、そうなんですね。はい、前はこれ前はそのままガーって流してよかったんですけど、今は そのまま OK ですね、流して大丈夫です。そうですね、沢崎さんが今一番高いですね。さあ、さらにレンチャンベース時の親、さあ3局2本場です。ドラは数層、女子の手配まとまっています。メンツが一つ、沢崎の手配、うん、いやちょっと苦しいか。森脇さんもだいぶ手が止まってきたね。はい、まだトップ目ですが、うん、結構差はあるんですが、うん、先ほどの親の連チャンの時の勢いはありません、うん、まあ大事なのはなんとかこの親を落として、はい、あのこのままトップで終わると、はい、佐々木さんと一つ井君を沈めて、まあ、一つ井君が浮きに回ってるんでちょっと苦しくなってきましたが、うん、森下君もねここは沈みで終われないですからね、絶対、あの一つ井君の方が
浮いてきたんで、はい、ここで沈んでしまうともうだいぶ2連勝は最低条件みたいな、うんうん、一つでもここで一度上がっておくとだいぶ楽になるんですが、うん、ね、さばきましたね、森下くんは、はい、デューハを1枚目から仕掛けていきましたね、うん、ここは局面的にはフォアやらしたくないですからね、はい、さあ、ドラを重ねました、沢崎、さてここ換算像を引き入れて、まあ、ここ吐くじゃないですか、あ、三像つもぎりました、あ、もうチートイ1本で吐く狙い目にしてるんだ、チートイイーシャンテンですからね、しかし単ヤオと単ヤオの字掛けとかは一切考えず、吐くを完全狙い目、これペイもペイは起きますよね、そうですね、2枚切れのペイも、はい、チートイ決めた判ですから、今すぐ転廃をすれば沢崎の川もそこまでチートに見えないので、うん、自敗の町のリーチとかわからない、でもなんか違和感ありますけどね、沢崎さんのリーチで、リーチって言っても最後最終出たしペイだから、それは変ですよね、はい、やっぱり、ね、やっぱ変ですね、うん、まだこの段階だったらいいけど、ああ何しました、あ、これで地獄か、これでもうこれはさすがにね、に止まんないですよね、誰も、はい、沢崎リーチがやりました、リーチドラドラ、チートイツと、まあ白は、あ、しかしここで森下は先に数万積もりましたね、よく分かったね、関数は長引けばもうかなり沢崎が有利な、一つ言はまだ配球源止まってない、はい、ちょうど3万点ですね、一つ言は、森下君も浮いてきましたね、はい、さあ、オーラスです、うん、沢崎、ここで連チャンしないと、ここは厳しいね、沢崎さんは全員スピードで来るんで、はい、全員1000点でも OK の場面なんで、まあそこでスピードを合わせるべきなのか、沢崎さんがですか、はい、まあ、あの手配と状況によりますよね、それはね、でも基本的には3期オールとかね、あ、これいいじゃないですか、はい、めっちゃいいだよ、はい、いいです、ドラ1のチュン統一だ、メンツが2つ、イシャンテンですか、はい、結構十分系のイシャンテンですね、これは泣かないでしょ、沢崎さん、多分イシャンテンじゃないですね、あ、リアンシャンテンですか、あ、いや、イシャンテンですね、イシャンテンですね、です、です、はい、リーズもチュン、ドラ1狙いってますね、ここは、うん、あわよくば、1、2、3の3色、はい、もしくはチャンタ、ここはウーピン引きましたっけ、どう、あ、リャンピン、もうメンツを決めた感じですねメンツ決めて自敗待ちにしたく、あの、バレないようにしたいんですね、あれウーピン切るとちょっと脂っこくなっちゃうんで、はいはい、でも順目深くなるとやっぱ捨て牌が派手になるからチューンは出なさそうですよね、あ、ここもいいな、ここ4000オールとか引かれると全員がっくり、がっくりくる場面です、はい、全員がっくりの場面です特に森下は力抜けますね、ここで4000オールって言われちゃうと、まだ一つ言った森脇はいいですよね、うん、うわ、本店か、まあ横への広がりを無視した以上は転廃を取るっていうことですかね、はい、まあそうですね、イーソーも狙い目であるんで、まあとりあえず速度的にはもう泣いとかなきゃ間に合わないと、はい、そういう判断でしょうね、はい、ちょっとあの、はい、納得いってない感じですけど瀬戸熊プロは、いや僕まあ B
微妙、もうここはもう感覚でしかないですよね。あの頑張っちゃってもどうせ相手も先点狙いくる3人なんで、はい、ここは本当に微妙です。まあ、そういう状況がそうさせた。それであの例えば日球でも上がれば、はい、その瞬間森下君も一筋さんも、はい、あの配球原点割れるじゃないですか。はい、直撃すれば。だからそういった意味ではすごい大きな上がりになるんで、うん、ここは判断は分かれますね。うん、どっちが正しいと、これでですね、はい、これは森下君にとってすごい大きな補充ですから、はい、佐々木さんにとってもあの一筋君が浮いてるのは別に構わないんだけど、はい、追いすがるのが森下君まで追いすがってくると面倒くさい話になって、これは大きいですね。森下は配球限定割ってしまいましたんで、次は何としても上がりに行きたいところですね、うん、はい、ここで限定割れで終わってしまうと、うん、だいぶ苦しくなる森下。オーラス1本場です。ドラマ、まあ、佐々木さんとしても本当は泣きたくなかったでしょうけどね、うん、できれば面前で仕上がってくれと、うん、できればリーチって言いたかったですね。でもチュンが出た時は泣くよっていう感じだったんですかね。まあ普通ですね。トンガといってまた似たような手配ですね。しかしもう一回泣くかな。そこそこいい手配ですね。森脇さんが蹴りたいんだけどちょっとは悪い、はい、ここは先点でいい、ないですね、ここは先点でいいから何本でしょう。森下も絶対上がりたいんですが、はい、これはきつい手配か。一つ君も先点で十分。ちょっともつれそうな感じありますね。やっぱり予想通りだいぶ時間が押してきました、ね、そうですねやっぱりこうなるんですよね。二人残りの時は3回戦がもうすぐ終わるところで4時間を過ぎています、はい、放送時間。ここで佐々木嘘あんこ。だいたい A1 の試合だと5時始まりで9時ぐらい、9時から9時半ぐらい終わりますからね。ああ、うん、だいぶ早いですね、うん、もしくは長くても10時とか、うん、女流岡も早いですよ。そうですね、うん、やっぱこれは条件戦だからってことですかね。そうですね。あ、ドラあんこ、おっと一つドラがあんこになりました、うん、うわ、佐々木さんの惜しい関数は、はい、これは残しちゃいますもんね。そうですね、CM 短めにできてるCM はあの選手の休憩なんでね。そうなんですよ、はい、あのお手洗いとか行かれる方も多いんで、はい、おこれで関数は嫌うかな。佐々木さん嫌いましたね。うん、なるほど。あのあんまり長くなると対局中にトイレ行っちゃいたくなったりもしますからね。あのそうですね、 A2 リーグの某あのホワイトバードさんよく言ってますねはい、あの勇気僕すごいなって思うんですけど僕あの言えない。いや、ただもう生理現象だからしょうがないでしょ。そうですね、はいはい、僕我慢しちゃいそう。でも一応それでも選手同士はこの親が落ちたらとかそういうことは考えてますね、はい、その連チャン中は我慢するとか、はい、そういうのはさすがに。それか前もってこの一局が終わったらみたいな感じでコールは入ってますけどね。一つ言わしかけていいシャンテン、沢崎もいいシャンテンです。ここで森下が、ポン初をポンしました。こちらもいいシャンテン。そしてここで何をポン、ここで換算の転敗です。はい、2000点ですか。はい、一つ今降りなくていいですからね、はい、なんで基本あポントイトイなんだ。トイトイです。トイトイだけどローピンもちもち。はい、換算図は山に2枚生きています。森下力が入りますね。うわ、佐々木ここでダンゾー、これ三蔵出るパターンありますね。そうですね、こうなるとでもローピンがないからさすがにないか。ヤンゾーがアンコるか、うん、まあ、ポンはしないでしょう。ヤンゾーもアンコりづらいもんね。これここに1枚ある。そうですね、ここで初をかかん、はい、3200になりました。テーマ、はい、ここで積もれば積もれません。
ここで一ついいドラが。ドラ缶でしょ。はい、ドラの缶です。これは恐ろしいですね。はい、全員。ちょっとやめてってなってますよね、今。はい。しかし、まだ転廃はしていません。現状転廃しているのは森下の換算像のみ。さあ、ここでスッチソーに点代わりします、はい、スッチソーはどうでしょう。あ、トンももちもちなんだね、佐々木さんと。はい、トンももちもちですね、うん、スッチソー残り1枚ですね。実は換算像の方が山には1枚多くいたと、うん、一応トイトイ手代わりあるのか、森下君。はい、そうですね、うん、これ積もると、あの、ひとついくんの配球限定も削れるんで、はい、大きいですね、沢崎さん。そして川崎は、はい、イーストを地位してトンとローピンのシャンポンの転廃、うん、しかしトンでしか上がれません。これはひとついくんから丸分かりですね、トンでしょうっていうのは。うん、うん、白髪っていうの全部切れてますもんね、はい、3元杯が想図にも、うん、想図に若干見えるけど、だけどリャンソーの後にもリャンピンなんで、はい、そうですね、うん、はい、さすがにトン浮き彫りになりますよね。他他者から見るとトンあんこの可能性あるんで、はいはい、何でも当たる可能性は見えてくるんですが、うん、そうそう考えています。いや、もちろんあの一つ井くんに当たるかどうかですね、はい、あとは森下くんにも打ちたくないんですよ、佐々木さんは。そうですね、天敗でも浮いちゃうんですよね。森脇さん、チューンは自分で切って1枚いいわ。はい、さあここでローマン、しかし森下力が入ってますね。一つもうちょっとテンパイ取りたいですね。でもローピンもトーンもダメなんで、ローソーだけ。ローソーどうですか、はい、ローソーは1枚、ローソー森下くんが1枚ですね。そうですね、うん、なんかテンパってなさそうに見えませんか、うん、あの積もって切り方をすると、うん、ドラカンしたものの一つテンパってなさそうだなみたいな風に。おお、テンパった。これでテンパイですね。このテンパイ大きい。はい。上がり牌はないですけど。はい。で森脇も。うん。チーソーがまだあと1枚いますんで。急に速度上がりました、テンパった速度、はい、切るモーターが、はい、だこういうので、あ、テンパイだなって。まあでもあの感情入ってくるとね、多少はしょうがないと思うんですけどね。二人テンパイですね、ほぼ、はい、これ入っていいですか。はい、これが入っ、うん、ないですね、ないんじゃないかな。あ、これが入っている、これが入っている、はい、これが入っているです。さあ最後の入っているつもが3増だったんで、換算増だったら森下上がっていたんですが、ここは森下と一つ井の2人転廃で定着しています、うん、まあ森下君も浮きましたからね、はい、これでとりあえずは、はい、佐々木さんの一人沈み、はい、トータルトップだったら沢崎が一人沈みになっているので、うん、これはじゃあ相当あれですね、森脇さんと縮まりましたね、はいはい、3回戦は森脇のトップで終了しています、うん。